はい、えー、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。<laughs> 何で笑ってるか後で言いますね。じゃん嵐ラライブブツアー2013という、えー、映像を見ながら私がああでもないこうでもないと勝手に言っていく動画今日でも8本目になりますけれども何で笑っていたかというとですね前回の、えー、エナジーソング絶好調超が終わった後にですね皆さんご存知だと思いますけど真ん中の「 センターステージのところで。そりゃそうですね。真ん中はセンターステージですよね。真ん中にサイドステージじゃないですよね。真ん中のちっちゃいステージでー5人がね mc をまあ行っていたわけですよ。それで、まあ私はそれを今ずっと見てたんですね。うんでそれがちょっと面白くって。今一人でずっと黙って見てたんですけど、喋りだしたらその面白さがこみ上げてきて笑ってしまいましたけど、あのまあこの後のね。出てくる。 ファンキーという曲の中でそのダンスを踊りながらその前に、えー、2番の A メロ B メロそれが最後のところでこう全体でドームのお客さんでウェーブをやろうということを、まあ、松潤と桜井君と中心にこうね、えー、みんなと確認説明をしていくわけなんですけどもそこであの。 ね、ウェーブっていうとなんか、うわーっていうね、ゆっくりやるようなイメージありますけど、この曲のテンポがきっと早いんでしょうね。なので、もっと早いですよと、皆さんが思ってるウェーブよりもスピードが速い。で、イメージするとこんな感じですって、大野くんが何回か、うっ、とこうやるんですが、本当にここが痛い。今、今初めて私映像見てたやつを真似してやりましたけど、本当にそうね、ここが痛い。 はい、大野くんの何でしょうねあのー、動きもいいんですけど顔がねちょ,っと <laughs> ちょっともう壺に入ってきますねなんだかわかんないですけど柔らかい雰囲気なんだけど面白いそして踊ったり歌ったりするとめっちゃかっこいいっていうこのギャップがこの MC にも非常に存分に出てたと思いますのでねこれこう見ながらちょっとどれぐらい速いと大変なのかやってみたの今初めてやったんですけど本当に痛い。 はい、でその曲はまだもうちょっと後になりますので今日は、えー、このあとね今、えー、相葉君がまずはこちらのコーナーですどうぞっとこう、えー、MC コーナーを締めてふっと振り返ったところで今私の画面は止まってるんですけれどもこの次は「ダンス・イン・ザ・ダークと」とそれから「モノクロ」というこのまず2曲になると思うんですけどこの「モノクロ」という曲はですね、まあ、この後に今度パラドックスがいよいよ入ってくるんですけれども。 モノクロもぜひ見てほしいですよと書いてくれてる方も結構いましてですね、えー、もうこの辺は私は最初に教えていただいてますので非常にここから聞かせていただくのが楽しみなんですけどどなただったかなモノクロのその木管楽器の前奏とそれからサビに入る前のこうメロディーとみたいなちょっと細かく教えてくれてましたけれども一体どんな感じになっているのか非常に楽しみでございます。それでは 相葉君がこちらのコーナーどうぞと言ったところが今1枚目ブルーレイディスクの1時間29分29秒のところからえ再生してみたいと思いますそれでは行きましょう再生ポンさあ一回会場が真っ暗けになりましてメンバーがメインのステージの方にちょっと下がっていってでもこれでキラキラのみんなのライトも綺麗ですけどねボーンあ後ろになんか映像が出てきましたカチカチ 相場君じゃないあれ松潤,だ松潤があが結婚指輪をパカッと開けましたよと、はい、そしてその女の子の指にフッとはめてあげるのを見てお客さんがキヤっと言ってますそしてなんか光が差してきて松潤が見上げると「月ですか?あ」あそしてその女の子の腰に手を回してチュッと首筋にしたもんだからお客さんが「キヤーってなってますけど実は吸血鬼 目が赤いですよ、松潤が。ダーンタラタラダンスインザダークと出てきました。かっこいい。うわ、すごい動きだね、これ。松潤、椅子に座りながら。かっこいい。トゥ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 アワイエット、ベイビット。シフクのベイビッのベイット、シー、クのベイビット、シフクのベイビット、o フクの n イビット、シクのベイビット、シフのバンパイヴバンパイアです、やっぱり。 I was super どうしたたっっていな立ち上がりました。翻弄するわ、腰がぐるっと回る。痛い。<'m> かっこいいね。Uh, come on. Uh, ちょっとこれは俺はできないですよ。もう全然。Next to me So c o そうかも。足もすごい。かっこいいね。カーニバー。 全然歌らなかった「You and me」「越えたらボーダーライン」「もう you くるっと回って「たらたたた君はダンス」うわすごい足かっこいい、うん、もがけばもがくほどにするずなく決めたたロマンス「y o u m o v e i t t o a r t w e b i n a r そうつまり Yeah ダンスダこの歌かっこいいね不思議なゲームに言うとのわちゅう e い不自然な仕草も俺もう手乾かしてるみたいになっちゃいますけどでやらっとしたって cry キレがいいね松ねフリーなスタイルで暴走するワンナイトベイカモンブラスの人がね レッスンになってそこを踊りながらかっこよく吹いてるんですけどもそっち側を説明する時間が全然なかった How are you, Kobo, Ganex, you? ヘッドセットマイクでマスジョンかっこいいそうかも隠してる似たいアニマル眠りから覚めた You and me I d o n o t gonna be so with youTeres, t t 君とダンス こうすごいな、アジ。ムビトゥーリガチラ、思うがままに出す。あ、すごい。こんな踊りながら歌える、こんな。イミニーヒーペーピカもうかなり果てないダーシーダーク。かっこいい。白くらつけようか、キぽポーダーシない。ーダイ。カミカミカミヒトエラバヘデオライすごい。トゥトゥワトゥトゥワ、イッツァシークレット、ビーベイ。 シッチャーと見つめ合えばフォ n リンダウン途中の無類の gentleman これはネバーエンディストーリー君の言葉で聞かせてタトゥトゥワトゥはトゥワ月に隠れムバラン、うん、タトゥはタトゥワトゥトゥ We gotta go. yeah. おちょっと乗っかってる板がだんだん上がってきましたよもしも気づいているならベイビーランボーダーヒミーはダンスわわ <laughs> 花火かっこいいもがけばもがくほどにルーナグッキめたパンロマンスユムピップでペラペラ,ペラそうつまり果てにダンス dark 誰より 夢にフィルメイイクトナイトもうかなり張ってないダンスインダダーかっこいいね決まりますねこうバシッと止まるところでタッタッ,ダッ,ダッまた椅子が出てきたさあ座ってでんうわすごいめちゃくちゃかっこいいさあきたモノクロ来ましたおっ右足でこうリズムを取りながらテケ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 さあ立ち上がった松潤 あ後ろっこあっあちこちに椅子があるのかうててて足すごい足すごいかっこいいねこの前奏ここねすごいよ足のさばきもあるんですけど私は上半身だけでお届けしております足がプッとなってさあ大野君白い爪跡浮かび上がる空皆もに物音きれい指先でとどうなってんのその指すごいな、ね」 夜空の外側に君の内側いいねお二の言葉少なに重なる足音かモノクロの世界で踊るこれは足です私の手は足です相葉君いいんここら辺で桜君そばに来たらいいさ薄明かり引き寄せた華奢な肩上唇に秘めたその強さ 確かめてみたいから後ろに誰か出てきたよ椅子の後ろに翻弄されたいこの胸のうずきにうまく飾れない心はそのままにそう知らぬ顔して踊り明かすから道かけの速さを忘れるくらいうわマスですごいかっこいいそ すべて伝えたい尾野くんまた座って足上がって「加減の輝きこぼれ落ちて君の的へ」かっこいいねこの歌うお二宮くんももうダンリズム感素晴らしいねさあ桜井くんそして尾野くんも腰が入って。 くるっと回って「ほんろうされたいこの胸のうずきにうまくこだれない心はそのままにできない」「好きで踊り明かすから」「道ちけの速さを忘れるくらい」「衝動だけの言葉も構わない」「抱きしめる強さで全て伝えたい」 かげんの輝きこぼれ落ちて君のもとへ抱き寄せた未来朝が来ても覚めないようにすご,い足すごいちょっとリズムが遅くなったと思ったら難しいリズム。 マスジョン真ん中で固まって後ろで4人が動いていてマスジョンだけ前に歩いてきて大野くすごいな首の動きすご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 ,すごそう音がなくなって二宮くんは動いてすごそう。 めちゃくちゃゃくかっこいいとこなんですけど止めていいですか <laughs> このあと多分パラドックスなんですよきっときっとというか絶対そうですね「モノクロのあとパラドックス」って書いてあるで皆さんがこれはもうぜひ見てほしいって言ってるやつなんですよで私ちょっともったいぶり屋さんの毛がありまして今モノクロめちゃくちゃかっちょよかったのでちょっとこれの余韻に今日は浸ってもう寝たいんですよ いいでですかそれもうパラドックスさんがもう目の前まで来てると思うんですけどなんかこう雰囲気的には続いてる感じもするじゃないですかだからこれね皆さん続きで見てくださいって言ってくれるとこじゃないかなと思うんですけどもう一回言いますけど私ちょっともったいぶり屋さんの系があるんですよね。ちょっっともったいいぶらして欲してんですよえ 「ダンス・イン・ザ・ダーク」という曲ねもうこの曲ももう私ほんと初めて聴く曲ばっかりなんですけどこれもそうで松潤ソロの曲ですよねこの動きがね私が全く再現多分できてないと思うんですけれどもすごいですねあの動きは私はまあダンスは全然やったことないですけどそんなちょっとやそっとの練習でできるもんですかあれ。 テンポも速ければ足の動き手の動きねそしてまあ体重移動というのかなものすごく忙しい上に曲のメロディーも本当にね上行ったり下行ったりでリズム感も必要だしすごいかっこいい歌自体もそうだし松潤のそのパフォーマンスというかねもう素晴らしかった。 でその真ん中で、えー、椅子に座って始まった曲が最後椅子に座って終わって椅子に座ってたかな椅子のところで終わってパッパッパッとこう指をさすとそのね4方向に今度同じ椅子に座った他の4人がいるというで1人ずつこう歌いながらって曲が、えー、モノクロが始まってきましたけどいやこれまたすごいおしゃれな曲というかかっちょい曲というかねちょっと私今こうね初めて。 聞かせていたただきましたけど正直最後の方のリズムなんてもうちょっとよくわからなかったぐらいの難易度の高い曲だと思いますけどいやかります皆さんがおすすめするのがこれしかもやっぱり何回かじっっくり見たいいなと思っちゃいますね、えー、あの「戦闘が待つ順」で4人がこうね最後ダカダカダカって踊ってましたけどあれやっぱり1人ずつ見たいですもんね。 まず桜井くんの踊ってるのをずっと見る1回目次相葉くん2回目で大野くんは1回まず飛ばして二宮くん見といて最後に大野くんの動きをこう見たいみたいなねそういうファンの方多いんじゃないですかね大野くんは大鳥みたいなあのちょっと前に見たその MC もそうでしたもんね、えー、最後にこう大野くんに <laughs> 振られるっていえー、いやでもすごいわこれは確かにかっこいいはいということでね え皆さんこれ見ていただいてて「いやパラドックスいかないのかいこの流れで」ときっと思ったと思いますけれども、えー、3回目も言わなくていいですかもうちょっともったいぶりななんですよはが、い、ありますので次こそ必ずね、えー、パラドックスになると思います私も今回のこの「ラブというライブ映像を見るのに皆さんからパラドックスを是非見てほしいというリクエストがたくさんあったということも非常にですね大きな要素になっておりますのでいよいよ次回パラドックスが見れるということで、えー、今回は「 ダダンスイン・スイザ・ダーク・モノクロ、この曲も素晴らしかったですけれども、えー、見させていただいたというところまでで今回はこんな感じで終わっていきたいと思います。えー、続きは明日以降ということで皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。